すみませんが、私たちはメリノルココの日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもらえますか？はい、ありがとうございます。録画してもらえますか？あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ハワイは初めてですか？はい。あ、そうですか。ハワイはどう思いますか？あ、とてもいいところだと思います。あの、皆さん親切なんで。あ、そうですか。日本のどこから来ましたか？埼玉県。あ、埼玉ですか？私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。何でも。何でもって言われると困っちゃうな。何かこう、日本で、日本らしいもので何か知ってるものってありますか？もっとゆっくり話してください。日本で有名なものって何か一つ知ってることってありますか？トキオです。ああ。はい。ジャニーズの。はい。どうもありがとうございました。これは小さいものですが、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。すみませんが、私たちはメリノルココの日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもらえますか？はい。ありがとうございます。録画してもらえますか？ありがとうございます。ハワイは初めてですか？初めてです。あ、そうですか。ハワイはどう思いますか？いい、穏やかで、すごい、自然？あ、そうですか。日本のどこから来ましたか？大阪。大阪ですか？私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。日本のなんか、日本に関する質問。もっとゆっくり話してください。何でもいい質問。日本に関係する質問ですか？質問ですか？日本に。はい、どうもありがとうございました。これは小さいものですが、どうぞ。どうぞ。すみませんが、私たちはメリノルココの日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもらえますか？はい、ありがとうございます。録画してもらえますか？はい、録画してもらえますか？ありがとうございます。ハワイは初めてですか？3回目です。あ、そうですか。はい、ハワイはどう思いますか？気候もいいし、皆さん優しいし、とてもいいところだと思います。あ、そうですか。日本のどこから来ましたか？東京です。東京ですか？はい。私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。日本の方ですか？あ、じゃあ日本語学校。あ、じゃあ、何系ってほらあるじゃないですか。アメリカとか日系とか。アメリカ人です。アメリカ人だ。はい。ごめんね。日系アメリカ人とかさ、そういうのがあるからどうなのかなと思ったの。日系ってわかる？日本人のアメリカ人。アメリカ人です。ごめんね。変な質問でした。はい。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これは小さいものですが、どうぞ。あ、ありがとうございました。